ニュートンと偽金作りは17世紀のロンドンを舞台に繰り広げられたイギリスを揺るがした偽金事件およびそれに対して造幣局官僚として毅然と立ち向かったアイザック・ニュートンのご反省を描いたノンフィクション作品著者はトーマス・レビンソンである著者はこの本の執筆のために実際の歴史的資料もじっくり調べてノンフィクションとして書いており17世紀のイギリスの 経済、政治に関する歴史書としても、アイザック・ニュートンのあまり知られていない後半省の伝記、表伝としても読むことができる書き物である。アイザック・ニュートンは大学でのアカデミックな仕事にうんざりしてしまい、そのような仕事とは決別しようと知人の力も借りて転職活動を行い、名誉職的で官食とみなされ、給料がとても高かった。 王立造幣局の官僚の職を見つけて、それについた。だが就任早々、彼が直面したのはイギリスという国家の経済崩壊の危機であった。17世紀イギリスでは、偽金作りが横行していた。さらに、造幣局から高価の金型が盗み出されてしまうといった事件まで起きていた。また、イギリスにおいては、銀の価格が他の諸国に比べて安かったため、 リザヤ目的に銀貨が溶かされ、海外へ流出し続けており、イギリス国内の銀貨が尽きてしまう危機にあった。だがニュートンはそうした危機的状態に、むしろかえって自身の転職を乱すことになり、様々な捜査活動や経済改革を断行していった。例えば、銀貨の貨幣改中や、事実上の紙幣の発行を軌道に乗せるほか、銀本位制から金本位制へ、 方針転換を政策とした改革を行った。改革に抵抗する勢力の黒幕を追放し、史上最大級の偽金作り班、ウィリアム・チャロナーをタイバーン形状の処刑台へ送るべく、持ち前の頭脳を活かして周到で必要な操作を開始する。ありがとうございます。